ありふれた日々が今になってかけがえのないものなんだって思い知った。あの日から全部が嫌になった。あの日から全部が嫌になって、ただ生きてるだけの存在で、数えきれないほど無駄に泣いて、あの日にはもう戻れない。僕はまだ立ち止まっていて、どうしようもない夜をさまよってる。どうしても消せない場所で女の子が一人で泣いてたらほっとけないでしょ。大丈夫？大丈夫。
長谷川凛、よろしく。今町田エマです。エマちゃん、よろしくね。